が生き返った。本当にそれだけで嬉しい。だけど牧戦王やら吸妖魂を探すとか言って置いてけぼりにするなんてひどいよ。え、美しい髪を持つ人が襲われているって。キララ、刹那のいる場所わかる？次回、汎用の夜叉姫、海の妖霊。悲しいね、元は優しい妖怪だったのに。